ホワイトハートレーンは、イングランド、ロンドン、ハーリンゲーロンドン特別区のトッテナムにあった全面座席スタジアム。会場以来16から17シーズンまで、トッテナムホットスパー FC のスタジアムとして使用された。収容人数は36,310。1899年、トッテナムホットスパーが、ノーサンバーランドパークから移転して、以来、2017年に至るまで、 ホームスタジアムとして使用されていた。2017年5月14日、ビクター・ワニアマとハリー・ケインのゴールで2から1で勝利したマンチェスター・ユナイテッド FC 戦を最後に平場翌日に取り壊しとなり、約118年の歴史に幕を閉じた。2017から18シーズンは、ウェンブリー・スタジアムをホームスタジアムとして使用した後、2018から19、 シーズンにより新たなホームスタジアムとテナムホットスパースタジアムを使用する。なお2017から18シーズンはホームでのゲームはすべてウェンブリースタジアムで行われる。ウェストスタンド、メインスタンド。スタンドは全体を通して2層構造となっている。収容人数、座席数ともに6890。ノーススタンド、ホームサポーター席のあるゴール裏スタンド。 収容人数、座席数ともに1八8 6イーストスタンド、バックスタンド。収容人数、座席数ともに1691。なおイーストスタンド中に2本の柱があるため、視界を遮られる座席もある。サウススタンド、アウェイサポーター席が設定されているゴール裏スタンド。収容人数、座席数ともに8573。 ありがとうございます。